しょ。はい、こんばんは。こんばんはだって。え、待って、めっちゃちっちゃ、あ、ほくした。こんばんは。メイクしてるんだよ。ちゃんこんばんはだって。こんばんは。どうしたどうした。ん、何が起きた。皆さんこんばんは。ねえ、ぶさいよ。ないよ、しかも。ねえ、やばい。めちゃくちゃうるさい。はい。どうしようかな、何しようかな。メイクをしたいと思います。つーねーねー、今日日曜日、今日お休みですか。お休みです。うん、ね、やめて、本当にやめて。マロン、やばい、眠すぎて。みんな今日何してましたか。よいしょよいしょよいしょ。つなげるよ。のんびりメイクをしていきたいと思います。イノは今日はお休みだったのね。だったので、あのお家でね、のんびりのんびり過ごしていました。見たらもうこんな時間になってしまって。そう、ゆっくり家で休んでましたって。休む日もさ、必要じゃない。どう、いい、冷たい。
消水を塗りました。で、乳液を塗ります。いいな、 AKB さんのオンラインおしゃべり会に行ってましただって。いいな、 HKT も早くオンラインしようよ。そうです、今はすっぴんです。これからちょっとご飯を食べに行くので軽くメイクをしようと思います。外食をしに行くの久々かもしれない、お母さんと。なのでちょっとだけメイクをしようかなって思って、せっかくだし。でショールームしました。いいな、だっていいでしょう。これです。でも今日休みの日なのでもう簡単メイクにします。夜ご飯決めてって、何がいいかな。お刺身、かなんかめっちゃご飯みたいな、ご飯どうですか。わあ、まこたんうるさいだって。うるさい、今静かよ、めちゃくちゃ。そうね、マロはお留守番ですね。一人で待っててもらいます。ポン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 。そうです、今日、そうそう、今日はリノのあのラジオの日なので、皆さんぜひラジコで聞かないと聞いてください。そうですよ、今日はラジオ聞かないとの日です。多分久々の登場ですね。私収録は11月にしたんですけど、そうオンエア日が遅かったので、皆さん今日はぜひちょっと夜更かしをしてね、ラジオを聞いて後でまた宣伝します。してください。ラジオ聞かないとです。そう、夜更かしして、はい、終わりました。向こうからちょっと雨が降っていますだって。そうなの。そうだ、皆さん新コーナーを募集してるので、あのいっぱいお便りで送ってください。そう、なかなかね決まらないのでね、皆さん新コーナーを、私も早く作ったら私のコーナーを持てるので、皆さんぜひあのなんだっけ、ラジオ聞かないとで送ってください。お願いします。みんなの案をね募集してるのでね、その案がさ、もしかしたらリノの新コーナーになっちゃうかもしれないんだよ。だからそんな
しかもこういうお便りって全部あのあれなので、そう読まれるので、みんなぜひお便りを書いてくださいね。私もラジオの勉強頑張るから、喋り方とかそういろいろ頑張るから、みんなもぜひお便りとか送って、待ってます。よし、終わりました。まんまんま、テレレテレルルルルトゥルル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 ルツンデレやってみたいな。禁止条例出るときツンデレやってみたい。甘えたいのよテレテレ。ツンデレやってみたい。でもああいうのヘンテコダンス苦手なんだよね。あとは普通に禁止条例が、恋愛禁止条例が好きだから、恋愛禁止条例を普通にやりたい。またこの前黒い天使だったんですけど、黒い天使もかっこいいけど、恋愛禁止条例したい。とツンデレもかわいいよね。でも恋愛禁止条例って全部ユニットいくない？1曲目なんだっけ、黒い天使、ハート型ウイルス、恋愛禁止条例、ツンデレ、真夏のクリスマスローズでしょ。めっちゃ全部いいよね。全部いいユニットでいいなと思う。よく見てるわ、デレレ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 レ、丸めればよかった。ほい、来ました。今日はちょっとなんか寝すぎたのか顔がムクムクしてますね。それをメイクでなんとかしていきましょう。ムクムクしてるから、今日はアイメイクをおすすめにしたいと思います。声の時は濃いから今日は薄めにします。あ、たまにはオフの日を薄めにしましょう。どうしたのマロンくん、957日ありがとうございます。いつなるんだろう。わあ、うるさいうるさい。
めでとうだとおめでとう。あ、今マロンのワンワンっていう声で思い出したけどね、妹がねマロンにね誕生日プレゼントを送ってくれたんだって。それをさ、リノ見てなくて、いつもリノ郵便ポストを見る癖がなくてさ、いつも忘れちゃう郵便ポスト見るの。みんな忘れないですか？でもさ、マジで郵便ポスト見る癖がなくてさ、気づいたらめっちゃ溜まっちゃってるんだよね。おめでとうだと、おめでとう。マロやめて、マロやめて。じゃん。怖いだって。ごめん。ごめんって。わあ、メールを貯めてしまう。僕と同じですね。だってわあ、リノリノリ貯めてるんだ。みんな貯めちゃうものある？貯めちゃうものあるかな。リノは郵便ポストを貯めるのと、あと何かな。食器洗いもそんな貯めないので。初見です、ありがとうございます。そんな貯めないから。見て、まつげを作ります。また怖いって言われるかもしれない。そんな怖い怖い言わないで。食べに行くの、そう食べに行くの。マジ外食とか久々。大丈夫かマロン。うわ、じゃーん、目に入れそう。実は入らないんですよ。これで片方でいきました。最近はね、こうやってね、まつげをね、作ることにハマってます。すごくない？キュルンってしましたら、こっち何もしてない方で、こっちしてる方キュルンってするので、最近はこれをハマってます。じゃん。かわいいよ。だってありがとう。これまるちゃんに教えてもらってさ、したらだいぶ上手にできるようになって、こうやってお休みの日とかでもするようにして。
なんか例えばお風呂入る前とかにしてます。でお風呂入るも練習してそれを落とします。じゃーん、今日もかわいいよ。だってかわいいよ。メイク配信の認識で合っていますか？合ってます。もうちょっとねまつげに集中していました。でまたみんなが怖いっていう顔します。今からみんなに怖いって言われる顔をします。できました。また怖いって言うでしょ。ゆんちゃん怖いって言われる。でももうこれしないと可愛くなんないんだもん。怖い怖い言わないで。これをねこうやってねまつげをこうやってねあげないとね。これをのこの顔をね怖くしないのは無理なんです。だからまつげを上げないで可愛くなろうとするか、怖い顔になってまつげを上げるかの二択。二択でーす。で、これを塗って。でもこれをすると落とすのがめんどくさくて、ほらじゃーん。で、これをまずこうして。こう縦にも塗ってね、こうね、タバカを作りやすくします。じゃん。すごいメイクしてるところ見るの好きだって。そうなの？私もね、メイクしてる YouTuber とかのメイクしてる姿とかめっちゃ好きだからね、よく見るんですけど。で、ピンセットを持ってくっつけまーす。シュッ。シュッ。シュッ、こんな感じ。どんどんくっつけていきます。シュッシュだいぶいい感じです。これをさ、最近さ公演がいっぱいあったじゃん。いっぱいあったのでこれを最近ね してるんですよ、毎回ね。で最近も今週4回公演があったんですけど、したらやっぱさすがに上手くなって、もうなんかこれね昔30分くらいかけてしたんですけど、今はもうねマジ5分くらいでできるようになっちゃった。こんな感じ。今使ってるマスカラブラックですか？だって。ブラックです。エトゥセっていうブランドのブラックの下地です。これはそう、下地で使ってます。あの黒のやつのベースを塗ってしてます。じゃーん、もうできました。なんか上手にできるのが嬉しすぎてさ、すぐさみんなに見せたくなっちゃう。見て見てって言って
きました。今日お休みの日なのでこんなもんでいいと思います。公園に行きすぎていつもおるやんって思われるのが若干不安です。だってやっぱ覚えますよね、いつもいる方は。あ、いつも来てると思う。本当はこの上にもう一個ちゃんとしたマスカラ乗せるんですけど、ちょっと今日はちょっともうめんどくさいので乗せましん。おー、これだけで終わりにします。なのであとはちょっと微調整します。でもこんなもんでいいと思います。微調整するときはこのなんかねクリアマスカラっていうね透明なマスカラがね、もうどんだけマスカラ使うの楽しいんですけど、次はこの黒い、ね、透明なマスカラを先に塗って、そうでそれでこうしていきます。するとこうなります。マジででも画面上で凄さが見せられないのが残念すぎる。すごいんだよ。はい、って感じで終わりです。ラメを塗ります。今日はピンクにしました。馴染みがいい感じの。キュルンキュルンキュルン。そんで次はチークを塗ります。チークを塗って、キュルン。キュルン。来ました。なんかさっきまで眠たそうな顔してたけど、めっちゃキュルもうシャキーンってしたな今すごく。んで、あんなに眠たそうな顔してた子がこうなるんですよ。あー、くしゃみ出そう。喋り方が可愛いだって。嬉しい。自分のさ声がさあんまり好きじゃないからさ、なんか自分の声が自分と自分で思ってる喋り方と違いすぎて、うわ自分ってこんな声なんだって思うけど、ファンのみんなはさ結構りのちゃんの声が好きですって言ってくれるから、好きな方がいるんだってめっちゃ思って嬉しくなる。ちょっと寝すぎて二重が変なので二重を広げます。よし、でも本当にもうこれでね終わりです。あと髪をちょっとボサボサなのでいい感じに巻きたいと思います。
うね、みんな自分の声はあんま好きじゃないよね。自分の声に自信がある方を逆にあんま聞いたことないかもしれない。そうそう、よいしょ、髪の毛を溶かして少し巻いていけば、巻いていきたいと思います。マロうるさいよ、みんながびっくりしちゃうよ。その突然ワンなんて言ったら、ラジオで弾くと可愛いだって。あ、そうなんだ。嬉しいですね。では髪を巻いていきます。わあ、まことはうるさい、言われてるよ。今日はでももうこれでショールームは終わりですね。明日がね、朝早いんですよ。だから今日はもうこの配信で終わりにして、また明日配信したいと思います。コンビニに行きたいけどおすすめありますか？絶対セブンイレブン。私はね、セブンイレブンが一番好きです。これひじりのカラー持って帰ってしまった。ひじりのカラーを持って、こんにちはだって。こんにちは、もうこんばんはよ、夜だから。おいしょー、今日声出てると思いましたって。あー、ごめんごめん、こたん今公園何してんの？恋愛禁止条例でしょ今日は。今は多分スニーカーだと思う。あの頃のスニーカーだと思います。どうですか、違う？どんな曲だったっけ。ヘアアイロン登場だって。そうよ、登場よ、シャキーン。今 AKB 参上だって。 HKT なHKT 参上だって。早っ、もう終わるやん公演。早いね。でも最近連日で公演が続いてるから、私は今日はなかったけどさ。そうそう、こうすんだっけ確か。しかもめっちゃ禁止条例多いよね。連日でした。連日です。連日ではなく。
おいし。でもリセットは次あきさんの生誕祭があれですね、いつだっけ、あるね今度。ありますね。そこまで出たのかな公演が。全部巻きました。え、今40分くらいしか配信してなくない？ねえ、40分でもう髪の毛までできてしまってる天才かな。いのちゃんだって、いのちゃんだよ。どうでしょう、クリスマス公演あるのかな。クリスマス公演、去年はクリスマス公演あったかな、覚えてないんだよね。レインボーじゃあったんかな、 なんとなく何かあった気もするけど、でもみなちゃんとかってやった気がするから多分あれなんかな。ねえ、クリスマス公演なければ予定なしだってね。公演あったら一緒に過ごそう、一生過ごそう。あ、チーム別でありましただって。あ、そうなんだ。あー、制服の目出たな。リセット出なかった気がする。制服の目のクリスマス公演出た気がする、確か。違ったっけ。で村重さんと一緒に 出遅れてしまった記憶があるんですけど、違うかな、その記憶が合ってたら。あ、ほどく前に解いちゃった、冷める前に。12月の公演は4回だって。11月は7回行きました。すごい、私より公演出てんじゃない？7回、でもそんないっぱい公演出てんのかな。みんな鏡がなくなったよ。あったあった。冷めたので、あ、待って、これじゃないやつでほどきたかったんだ。最近ね、それ専用のほどくやつをね、買ったの。よいしょ。これでね、ほどくの、これでね、ほどいてね。ね、太めのね、これ100均で買ったんだけどね、太めのブラシでねこうほどくんですよ。そしたらほらふわふわになるんです。これがほどいた方で、これがほどいてない方、やっぱいいよね。ほらね、でこっちもほどきます。なんかね、いい感じになるんですよ。
と前髪はめんどくさいからそれでいい。あ、えのきょう全然アイテム読めてない。フラン可愛いありがとう、りょうさんもありがとう、吉田さんありがとう、もぐもぐパクパクもありがとう、サトアイラブユーありがとう、あけみちゃんありがとう、吉田さんもクラウスさんも、夏音さん推しありがとう、タムソン夏さんもイエーイありがとうございます、吉田さんもカッツもありがとう、なるちゃんありがとう、イチイエーイありがとう、ドマさん、ニシプてっちゃんもありがとう、オクジーもありがとう、タムソンもありがとう、ヤスさんもケーキありがとう、すごいみんないっぱい、コージーありがとう、コガちゃんもイエーイってありがとうございます、トマさんヒーターありがとう、みんないっぱいありがとうございます、コージーありがくま元気かな、みんなありがとうございます、吉田さんもありがとう、なんて読むんだろうこの方、しからしからしえからと庄司りょうさんありがとう、はじめまして、いい感じだってね、いい感じ、なんて書いてんだろうね、でねこのオイルをつけたらまためっちゃいい感じになるんですよ、そうそうそう、ほい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 、去年の11月1日から、りのちゃんを見て始めてましたって、おーじゃあやっと、じゃあ今日から1年ってくらいじゃない、うん、すごい、こうもっと大げさに巻きたい、くるん、今度こそフルフルだって、フルフルは火曜日が定休日だからそれだけ気をつけて、私もさフルフル行きたいって、あ行ける、仕事終わりに行けるとかって思った日がさ結構さ定休日で火曜日なんだよね、だからフルフルは気をつけてください、でも行きたいお店が定休日の時とかあるよりな、皮膚科とかめっちゃ皮膚科とか行きたいなと思ってさ行こうと思うと大体さ定休日なんだよね、なんでだろうね、よし、なんでだろうね、完成しました、なんかねショールームのこの画面見ながらねするとちょっと巻き方が下手くそになっちゃうんですけど、できた一応、じゃーん、できました、思ったより早くできました、完成です、じゃん、サトンゴーもありがとうございます、おばちゃんもかわいい、ありがとう、やったー、ありがとうございます、あっという間にできてしまった、ではもう50分になったので
そろそろ終わりにしたいと思います。シュッ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 。ちょっと後で前髪をね、出かける前にヒュッヒュッってした後も完成なので、いやーん、終わりました。じゃーん。キュルン。うん、できました。なので終わりにしたいと思います。皆さん今日夜はラジオをぜひ聞いてください。よろしくお願いします。イエーイ。では13位がタムソン、ありがとうございます。12位がシムッチ、ありがとうございます。11位がカッツン、ありがとうございます。10位がナツさん、ありがとうございます。9位がサットン、ありがとうございます。8位が吉田さん、ありがとうございます。7位がもぐもぐパクパク、ありがとうございます。5位がたまさん、ありがとうございます。4位がシカラとショウジさん、ありがとうございます。3位がヤニシプ、ありがとうございます。2位がヤスさん、ありがとうございます。1位がハセモノてっちゃんでした。昨日公演見てたかな。てっちゃんありがとうございます。てっちゃんでした。ありがとうございます。ではこんな感じで終わりにしたいと思います。可愛くなったでしょではまたね、バイバーイ。バイバイだって。バイバイ。6位だって。コージー、ありがとうございました。ありがとう。ではまたね、バイバーイ。